ウッタルプラデーシュ州の地域、ローヒルカンドは、インドのウッタルプラデーシュ州北西部を指す歴史的地域。アフガン系ローヒラー族が居住したのでこの名称で呼ばれる。ローヒラー族の支配領域17世紀から18世紀にかけてローヒラー族が定住し、その支配地域となった。1705年、アフガンスタンからダーウード、ハンローヒラーがインドに定住し、 ローヒラー族の指導者となった。ダーウード・ハーンが1721年に死ぬと、ヨーシアリー・ムハンマド・ハーンが後を継いだ。彼は兄弟となり、やがてアワド大衆、サフダル・ジャングに、税の納入を拒否するようになった。1751年から1752年、マラーター勢力が、アワド大衆、サフダル・ジャングの要請でこの地域を攻め、ローヒラー族を追い詰め、 一部はクマウーンへと逃げた。だが、アフガン王、アフマドシャー・ドゥ・ダーニーが、北、インドに攻めてきたため、この時は、マラーター軍も撤退した。18世紀後半、ローヒルカンド北部を支配していた族長の一人、ナジー・ブハーンが台頭し、ナジー・バーバードを拠点とした。彼は、マラーター同盟の台頭を見て、アフガニスタンのドゥ・ダーニー・アサと同盟し、その創始者、 アフマドシャー・ドゥッダーニーに協力した。そして、1761年に、第三次パーニーパとの戦いで、マラーター軍を打ち破った。1772年、マラーターの諸侯マハーダージー・シンディアが再び、ローヒルカンドを攻撃した。彼は、ザービター・ハーンを破り、ローヒルカンドを一時的に占領、ナジーブ・ハーンの母病を破壊し、意外を散乱させた。だが、 マラータに圧迫されたアワド大使はローヒラー族に味方し、マラータ勢力は撤退した。その後、ローヒラー族がアワド大使に報酬を払わなかったことから紛争が勃発し、1773年にアワド大使シュジャー・ウッタウラはイギリスに援助を頼んだ。ローヒラー族は打ち破られ、1774年にローヒルカンドは ラームプルとナジー・バーバード一帯を残してアワードに併合された。この時、ラームプルを支配していたローヒラー族はイギリスと軍事保護条約を結び、反王国となった。ナジー・バーバードのローヒラー勢力は独立を保ち続け、1788年にナジー・ブハーンの孫グラーム・カーディル・ハーンが一時デリーを占領したものの、1789年にマラーター殺害され、 その支配も終わった。1801年、アワド大主サーダとアリーハーン2世はイギリスにローヒルカンドを活用した。ありがとうございます。